それとね、魔物やからって魔術契約済んでるって意味ちゃうからな。魔術契約の途中で魔物になってるんやろうけど、だから人の家に身なりで侵入すんなよ。魔術師置いてたら偉いことになんねんで。始まっちゃうから契約が。侵入者が契約したことになっちゃうの。そんな魔術師の先生暇してるから、ああ、また誰か訪ねてきたなって。新しい生徒かって。いえ、泥棒ですって言うてももう遅いね。泥棒か。なかなか首相の心がけたっていいよね、魔術師は。我が皇帝になりたくないかとか言って。だから忍び込むなよ。うち魔術師さん多いねんから。お前らの魔術契約、任意に始まってるやんけ、どうやら。忍び込むなって言ってたやろ。魔物状態とか霊状態でも、その魔術契約済んでそんな形になってるんちゃうから。起動しちゃうやろ。せっかく魔術契約から逃げてた人が、また、同じ本見てしまって。ん、2時間目だって始まっちゃうやろ。な。それとか、盗撮すんなよ。盗撮で見た本から、魔術契約始まっちゃうぞ。そんな、画面であろうが何であろうが、そんな、神に等しいものについてどう言ったらやろ。魔術師イコール、まあ、みんなが神と思ってるものの実態というか、どう言ったらやろ。始まっちゃうで。どんな媒体で見てようが、向こうは見られたって気づくわけやから、魔術師は。じゃあ始まっちゃうやんか。え、もう死んだ人でしょって。だから次元論があるから、どっかに生きてるやん。どっかに生身の体で生きてあるし、第一。どっかの次元に。な、だから盗撮するなよ、ほんまに。魔術書が多いよ、盗撮すんなよ。えらいことなんで。盗聴もそうやで。うちの声聞いたら魔術契約始まってしまってるんちゃう、多分任意で。知らんけど。随時契約みたいに。日雇いやったらええけど。日雇いの魔術契約ってないねん、実は。本当にもう。だからデバガメやめろとカンカンに怒ってた。うちめっちゃ怒ってたやろ。なんでわからんのかな。いたずらが過ぎるわ。で、ひどい目に遭うのあんたらやで、ほんと。な？魔女の家覗くなよ、もう。